れるぐらい追いついてなかった。ワンエンジンダメル、ステップアイステップ。これから会えるんですか。会えるんですか。そうです。やばいやばい。ウィーバー先生、はい、同一人物ですか。はい、同一人物でございます。アビスモーカーをやらせていただきましたよ。あ、どうも、年代忍者タグです。忍人ぴょんぴょんということで、すいません。はいはい。あなたも同一人物ですか。うん、あ、僕も同一人物でございます。はい、はい、あのリボンでね、はい、そのトシロっていう役と、はい、ね、先生アビスモーカーという役をやって、これ実は戦闘者稲川義隆、はい、そしてタクチャンネルのタクちゃん、リアルアクション俳優坂口拓、はい、そして映画リボンに出演したラストバトル繰り広げた、うん、稲川先生っていうのは実はつながってないんですよね。つながってないですか。まだ前回 の、 坂口拓とは何者なのかっていうですね、はい、今100万再生以上いってるやつがあるんですけど、はいはいはい、それで大体あれ俳優さんだったんですねっていうのも多かったんだよね。そうなんです。多いんですか。ああそうなんです。今回はね、先生始まりでね、そうです、どうなんですかっていうのでこれちょっと ねびっくりしたと思いますし、これまたリボンの映画もう一回見てみようかなっていう人が増えると思います。そうですね、はい、見てほしい。いや本当あれですもんね、 DVD もまた配信もやって、ね、また下村雄二が、はい、人間フレームワークス人税が入る、ね、いや、はい、実際先生この前その、はい、坂口拓とは何者なのかっていう動画撮ったじゃないですか、はい、ね、Amazon のリボン、はい、全部完売したんです。あ、本当っすか。そうなんです。あのスピードっていうのは普通のアクション俳優には出せないスピードだと思うし、もともと先生に、技を習って、ね、でも、まあ、ウェーブだよね、はい、ウェーブというものがまだない時に先生に体をその柔らかく使うんだ、で肩甲骨のことで、はい、ずっと、まあ、普段からこういろいろやってはいたんだけど、うん、実はラスボスが今稲川先生じゃ最初はなかったんじゃない、うん、そうそうそうなんですよ。そうそうそう、アクション俳優さんだったんですね。そうです。結構先生ともトレーニングしてる時にもうこれ誰がやれるのってなってきたんだよね、うん、俳優さんで、うん、でそれもあってで先生がじゃあやってくれるということになった時に、うんうん、はい、まあ、もちろん嬉しかったし、先生に教わった、技をじゃあフルに出せるんだなって思ってたのね。けどリボンの撮影の時にもちろんそこのシーンって実はカットされちゃってるんだけど、うん、確か先生の初手かなんかでパパパパって来た瞬間に自分の中で心が折れるぐらい全然その追いついてなかった。スピードが、じゃあ攻防が成立しなかった、うん、6ヶ月ぐらいの期間をいただいて、さらに修行をし直すということになったんですね、うん、どういった修行を、まあ、もちろん身体操作を一から、うん、でその時に、ウェーブというものの答えが、そうそうそうですよね、徐々に徐々になんか分かってきた感じですよね。開眼したばっかりだったんで、ウェーブをも、うん、やっぱりそのウェーブの本来の身体本質ですよね、本質のをつかんでなかったっていう、はあはあはあ、要は側でやってた。ちょっと稲川先生に本質とは何なのかっていうのを今ちょっとお聞きしたいんですけど、ね、はい、お願いします。自分たちの世界だとカメラ回りましたっていうじゃないですか、はい、アクションみたいな感じで映画って始まるって言ったんですよ。でそれを自分はまあずっとスーパーバイザーで出るとは思わなかったんで、ね、こう他人事で ああやって映画やるんだって言ってたんですけど、本来自分がギア着てアビスウォーカーなんであれつけて、それでガチで挑んだ時に聞こえてくるのはスタンバイスタンバイスタンバイレディースってこう聞こえてきたんですよ。じわってパンってなった時に突入と同じイメージで、下村雄二監督がやっぱりコマンダーだと俺は思ってずっとついてきたんで、それにこう命令を出された感じでガチでというか映画のことが分かってなかったので、殺気をもろ出してけしかけたと思うんですよね。でそれで技的には全部俺がやった技は結構 NG シーン、フレコシーンの中でたくさん受けてたんですけど、もうアドリエンが出てこう相手を組み伏すところにたくさんは何かこう疑問を感じてたんですよね。その本質っていうのはなんかその戦闘に使うように作られてるんで、なんか心の問題もあると思うんですよね、やり合いので、そこをちょっとたくさんやってほしいなと思って
って、まあ、親父のとこ率いる特殊部隊の方に会ってもらって、その頃だと思うんですよ ね、一番多くサルトをやってる、はい、タクティックをやってる人たちに会って、その部屋に突入することとか爆破することとか、ヘリコプターからやること、あとは飛行機からのフリーフォール、ジャンプジャンマスっていうんですか、あの飛んでくものとか、そういう人たちに会って、あのその時にどういう覚悟を持ってるかっていうのをたくさん研究して、それでなんか結構完成したって俺はなんかこう結構感じてて、やっぱり映画で殺し合いをするなんてないと思うんで、そういうこと、その違和感のその覚悟だったり、はいはい、そういうものを半年で多分マインドを学んだことなんだことなんですよね、はいはいはい、じゃあウェブの本質的なものの一言で言うと、ウェブパンチ 100% 打つっていうのは、最後に突き出されるのは殺意だからね、はい、そうそう、結局そこの覚悟がなかったんだよね、戦闘するってことは覚悟なんだ、そこを知ったんだと、覚悟と殺意、そう、それはすっきりしてましたもんね、結構熱くリボン中に話してたんで、あの再々殺になる前まではたくさん本当のナイフでここ切ってましたもん ね、だからこの映画で死ぬっていうのをこう明確にしたかったと思うんですよ、俳優にしかわからないその異常なところに入ってたと思うんですよ、だから切るし切るしで、それをこうなんかこうやった時に、その再々殺に向けた時になんかすっきりしてたと思うんですよね、なんか今日こともなく、あ、ここで先生終わってもいいよねって顔なさってたんですよね、実際に顔に傷つけるシーン、本当に顔に傷つけてやってましたから、そうです、これダメだってすごい怒られてたんですよ、そのプロデューサーって方から、そうですね、役者が顔を切るなんてありえない、ありえない、あの絶対に良くないって言われたんですけど、はい、その頃からだんだんこう、あ、マインドがちょっとエンジンが、だってあの切った時はあれもう追殺の時ですからね、そうです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 、マインドがもう違ったんですよね、あ、ってました、うん、マインドがやっぱり今でも自分の中に、はい、やっぱ戦撃者として残ってるから、やっぱり今度公開されるワンパンセットで、はい、戦撃者の物語、石井ね、そうです、そう、石井東吾というね、素晴らしい自分のマスターと最後の戦いの時もやっぱりあの覚悟と殺意が、はいはい、あの時リボンで先生に教わったこのマインドがなかったら押されて、はいはい、ただただ役者だから手加減しなきゃダメだなっていう風に思われてたと思うんですよ、はいはいはい、けどやっぱりその時学んだマインドがあの 1% でまた最高の戦いを生み出すきっかけになったんだなっていう、ワンインチダメルステップバイステップ、おお、いや何ですか今日は、はい、視聴者さんもね、はい、困惑してると思うんでですよね、今、はい、稲川先生と、はい、坂口さん、うん、リボンのラストバトルについて語るという企画でした、そうです、ああなるほど、はい、なんでですね、はい、やってました東郷ちゃんが、そう、なんで呼ばれたんですか今日、ラストバトルといえば、はい、ワンパーセンター、はいはいはい、石井東郷ですよ、ありがとうございます、先ほどから、ええ、リボンのラストバトルについての企画でしたよね、そうでした、うん、ラストバトルですか、稲川先生と坂口拓が戦ったあのシーンは、ああ、そうだ、うん、そうだ、そうでした、違うよね、そうです、そうだ、そうです、そうです、ラストバトル、そうです、ラスボスでは、ラスボスではないですし、ラストバトルはもう一個ありました、ありましたよね、はいはいはい、ラスボスといえば誰ですか、リボンの大塚明夫さん、はい、大塚明夫さんですよね、トジロー、なぜお前はあの少女を助けた、なぜお前はなぜバディであるアビスを殺した、なぜ、なぜお前はケンジをあんな目に遭わせた、なぜ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 お前は戦う、ラストバトルつながりということで、はい、実はこの動画が流れているのが19日今日です、そうですね、21日に1分版のですね、ワンパーセンターの予告編が流れます、マジで、はい、そのナレーションをですね、お願いしたんです、やばマジっすか、今なぜこの場所にいるのか、
ナレーションが今日なんですよ。今日え、はい、これから会えるんですか。会えるんです。じゃあ聞けるってこと。そうです。やばいやばいやばい。今から現場に行って見に行きますか。行こう。スタジオ行きましょう。行きましょう行きましょう。はい、行きましょう。そうですよ。石井東郷がね、武術家代表して初出演するわけですよ。そんなせせこましく作るわけないでしょ。今時間だ、ね、私、全財産投じて作ってますから命かけてますよ。命かけてます。行きましょう。で、スタジオの中はもう完全動画、写真 NG なんで、はい、はい、行きましょう。やばい、やってバッションだって。すっげー、どうでした。いや、生のやばい、ちょっともう言葉がないです本当に。しかも、はい、これはもうちょっとネタバレになるんですけど、はいはい、2日後予告編見れますけれども、はい、G 群島というワードワードも言ってくださってね、先生に言っていただきました。どうです、なんかもう震えた、マジで。しかもね、合間にねそう、東郷先生、いつもワインチチャンネル見てますよと、見てますよと、いうお言葉いただきましたよ。はい。いや、21日に予告編、皆さん1分バージョン公開しますんで、お楽しみにしてください。東郷先生から何か一言。見てね。声が渋くなる。かっこよかった。かっこしびれた。マジでかっこよかった。しかもその一緒に写真撮ってもらう、はい、パーセンター旋風を、はい、巻き起こして、そうですね、盛り上げていきましょう。これから盛り上げていきましょう。たくさんも一緒にそうですよ、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ウィーバー坂口だ坂口だ坂口だ